オープン戦とは思えないハードな一戦、火の国からお届け、ホークスこぼれ話さんスタート。様になってるわ。さあ今日は快晴の熊本での一戦ね、伝統の巨人戦ということで、たくさんのファンが球場に駆けつけてくれたんですね。おいしそうかき氷。そんな中先発を任されたのは投手陣の柱、石川修太、立ち上がりからキレのある変化球を武器にジャイアンツ打線を翻弄。ランナーは出しても粘りのピッチングで踏ん張ります。調子は良くなかったと話す中、オープン戦最多となる77球を投げ5回途中2失点。完璧とは言えないまでも、この時期にしてはまずまず、ここからさらに状態を上げてくることでしょう。また5番手では中継ぎ陣の柱である加山投手が登板。さすがは必殺仕事人、ストライク先行のテンポのいいピッチングで1回をわずか12球で三者凡退。鷹の若大将は今年も万全、リリーフで待機してくれているなんて、早間違いね、はい、幸せだな。早間違いですけどね、それは。さあ続いては守備の好プレー、右中間を襲った打球、全速力で掴み取ったのはセンター上林選手。足も問題なさそうだ。これはそう、足も問題なさそう。最短距離で走らなければ難しい打球ですよ。見事な判断、見事な瞬発力、まずは守備で見せてくれると、バッティングも好調。今日は2安打を放ち、オープン戦の打率は3割6分4厘。嬉しい。センターのライバルは侍の牧原選手ですよね。いや、一体開幕スタメン誰になるのか全くわからない状況です。楽しみ。またチーム1の絶好調はこの男、栗原選手。今日も快音止まらず、オープン戦の打率は4割7分6厘と、すごい、むちゃくちゃ当たっているんです。林と栗、悔しさを知る2人の男がここまでいい状態で結果を出してくれています。そしてこちらも結果が欲しいガルビス選手、ここのところ当たりがなかったんですが、今日はライト方向に素晴らしいバッティング。右打席で、実はアストゥディーヨ選手が2軍に降格して、はい、でガルちゃんも1軍に残れるかどうか今が正念場なんですね。思えば去年の開幕戦、ガルちゃんの1本から始まりました、今年もまずは1軍に残って大きな1本期待しています。そして今日一番結果を出したのは軍師三森選手。ここまで打率が1割台と本来の力発揮できてなかったんですけど、今日はオープン戦初となる2安打マルチヒットを記録。さらに塁に出ればすかさず盗塁と、そう、三森選手のいい積極性発揮されていたんですね。三森選手もですよ、セカンドのライバルには周東選手がいますから、ここからのスタメン争いね、もっともっと熾烈になってきそうですね。くー、面白い。はい、さあ最後はジャイアンツ移籍後フルスト初対決となった松田選手の話題。複雑な思いだけど、今日出場機会こそなかったんですけど、見せてくれたのはいつもの松田選手の姿。人一倍ベンチで声を出して、イニングが終わると誰よりも率先して味方の選手を迎え入れる、素晴らしい熱男魂全開だったんですね。やはりこの戦う姿をホークスも継承していかなければなりません。そしてマッチはジャイアンツに行ってもマッチをやってくれていました。あ、そう。